中学1年理科、光の屈折に関する問題です。問題だけ、こういう半透明のガラスがあって、このように光を入れました。正しい光の進み方をこのあ、い、う、え、おの中から選びなさい。そういう問題があったとしましょう。で、その前に予備知識として、屈折の方向。本当にね、全然楽だから。どっちに屈折するかってことね。いつでもね、水とかガラスを下にして考えて、例えば、こっちが空気。水とかガラスを下にして考えて、空気中から、例えば水やガラスに光が入っている時から考えるけど、まっすぐ進まないで、ちょっと落ちる。で、逆にこの水やガラスから光がこの空気中に抜けていく時も、こうまっすぐ行かないで少し落ちる。これだけ本当にね、こう覚えておけば通用します。いつでも水やガラスを下にしてまっすぐ行かないで少し落ちる。先ほどの問題に戻りましょう。これですよね。でさ、テスト用紙もさ、テスト用紙なんでこんな向きとか全然変えれるんで、変えて考えればいいです。いつでも僕も未だにそうやって考えるんでね。これちゃんと入ってるかな。まずこう光がこのガラスの中に入ってきたよね。で、水やガラスを下にして考えるから、これを下にする。で、線引き使えればまっすぐ進むの分かりやすいんで、線引き使って。まっすぐ進まないで、まっすぐ進んでるのが、この前、打って分かったね。まっすぐ進まないでちょっと落ちるから、この上はダメだし、この絵と尾もダメだって、これで分かりました。もう、答えは赤いに絞られましたね。で、今度は半透明ガラスから空気中に出てくるとき。これもガラスや、いつでも水やガラスを下にして考えればよかったんで、今度こっちの向きにして。もうこれと、これ消えてんで、これだけだね。で、これも線引き当たってまっすぐ進んでる方を確認してみると、あがまっすぐ進んでんね。まっすぐ進まないで少し落ちる。ってことで、が答えになります。この向き変えて考えるの、ぜひやってみてください。